本日はダンスレッスンでございます。皆様、前回のうまるちゃんを投稿してちょっと経ったらですね、地震があったようで、大丈夫だったかいみんな、ね、茨城県を中心に震度5ぐらいだったらしいんだけど、なんかフィギュアとかめっちゃ倒れたっていう報告がね、うまるちゃんが落ちてきて頭怪我したとかあったんだけど、まあ幸い命には別状がなさそうでよかったなとは思ってるんだけど、まあ、何かあったらね、最近地震多すぎてね、ちょっとね、いろいろとやばいよね、怖いよね。まあでも、生きるときは生きる、死ぬときは死ぬ、そう思って俺は生きてるから、まあ俺が投稿してなかったら死んだと思ってくれ。大丈夫、みんなが生きてればそれで大丈夫だ。激しい運動になりますが、最後まで頑張ってついてくるように。ではまずストレッチから始めましょう。着替えてないじゃん。私もドキドキしちゃってるよ。まあそうだと思ったけど。あら、あの子体柔らかいのね。え、誰？生まれちゃんの？生まれちゃんは運動もすごくできるんです。勉強も学年1位なんですよ。あなたは？あ、私は運動も勉強もダメで。いいんじゃないかしら、そういうキャラも愛されるし。そう、分かってるね、さすがかなうマネージャー。愛される？愛されますよ。それに、うまるさんを見守る目、とても素敵だわ。まるでお母さんのようなね。ファンってそういうの、敏感に察するのよね。なるほど。ファン？もうなんか、エビヌちゃんは見に来たというか見守りに来ただけなのに、カナウからしたら、アイドル候補の一人にね、紹介してくれたと思ってるんだよね。そして、数年後はまあネタとして古いな。あー、足が棒だよ。それにまだ汗が出続けてる。汗が引くまで着替えるの待てばよかったね。やっぱ着替えてないね。体に服がくっついて気持ち悪い。そっか、そういうことか。着替えてきなさいっつって、うまるちゃんが映んなかったのは、着替え姿の服を描くのがめんどくさかったという。そんな感じでいいのかな。おでこを拭いてあげるね。あれ、マネージャーじゃんこれ。いいよ、ハンカチが汚れちゃう。汚いなんてことないよ、だってうまるちゃんが頑張った汗だもん。うまるちゃんの汗、まあこのエビナちゃんの言葉を俺らが代弁すればどうなるかというとですね、うまるちゃんの汗はもう、いや、やめとこ。気持ち悪いこと思いついたけどやめとこ。エビナちゃん、うんうん、いいわね、キュピーンときたわ。キュピーンときた。キュピーンですか？割と分かりやすいよ、キュピーンって。エビナさん、あなたもアイドルにならない？おー、来たー、2人でユニットだぞこれ。え、アイドル？私がですか？そう、やってくれるわよね。頑張れ。あの、うまるちゃん、いいじゃん、エビナちゃんもやってみなよみたいな。エビナちゃん黙ってると。あ、そう、黙ってるとやばいんだって。沈黙は肯定とみなすわ。これからよろしくね、エビナさん。沈黙は肯定とみなすのも、もうどこぞのどちくしょうだなマジでこれ。待ってください、悩む時間くらいください。人生は即決即断、チャンスの女神の後ろ髪は長くないのよ。だからカナウはまだ独身なのか。そういうことか。うまるちゃん、私はエミナちゃんに合ってると思うな。私よりも全然アイドルっぽいもの。わかる。そんなアイドル気質。この二人本当にいいわ。売れる、絶対売れる、ちょ、保証するわ、絶対売れる。これアイドルルート欲しいな。あ、ピンポン。あ、俺じゃねえか。リアルか分かんねえんだこれ。あ、こんな時間に誰だ、アマゾンか。だいたい家に来るのアマゾンだから。はい、どちら様ですか？夜遅くにすみません、エビナです。ああ、すぐ入れる、すぐ入れる。いらっしゃい。うまるならもう寝てるよ。え、うまるちゃん寝てんの？早くね。そうなんですか。お風呂の中で溺れかけるくらいぐったりで早々に寝ちゃったんだ。初日なのにすごいハードだったんです。見ていてドキドキしちゃいました。それでうまるはどうだった？愚痴ったり弱音を吐いてなかった？今日のうまるちゃん、いつもよりもとても頑張ってました。それにすごく生き生きしていて、ほっとしたと言いますか。
数日前はこの世の終わりみたいな顔をしてましたから。数日前、俺の不調を知った日のことか。あのお兄さん、ちょっと相談に乗ってほしいことがあるんです。俺に？なんだろう。実は私もアイドルに誘われてしまって。エビナちゃんまで？やっぱり私には無理ですよね。いける。うまるちゃんみたいに可愛くありませんし、どんくさいし。どんくさいのがモテる、わかる。ねえ、そらまるもさ、まあライブが重なるにつれてもうなんかどんくさくなくなってきちゃったけど、あのなんかね、下手感がね、なんか愛くるしかったよね、最初の頃って。まあラブライブのライブだけど。アイドルの資質っていうのがどんなものかはわからないけど、担当の人から誘われたんだよね。だったらできるんじゃないかな。エビナちゃんにやる気があればだけど。やる気はよくわからないです。でも私もうまるちゃんみたいにキラキラできたらいいなって思っていて。だったらやってみたら？うまるが言ってた歩き出すきっかけってやつになるかもしれないしさ。お兄さん、応援してくれますか？もちろん。そんな顔で言われたらもうなんか俺悲しくなってきちゃうよ。相当悩んでるじゃんこれ。だったらやってみようかな。一歩先に進めるきっかけになるかもしれないし。あの、じゃあエビナちゃん、引き続きウマルを頼んでも？あ、はい、大丈夫ですよ。私がお世話される側になってしまうかもしれませんが。いえ、絶対にそうなってしまうと思いますけど。俺が見てる限りウマルとエビナちゃんは持ちつ持たれつだよ。きっとその担当の人も二人のそういう関係がいいと思ったんじゃないかな。仕事だからね。でも前ほど後ろ髪を引かれる思いはないかな。お兄さんの気持ちちょっとだけわかるような気がします。今日のうまるちゃんとってもキラキラしていましたから。それにエビナちゃんがそばにいてくれるしね。そんな、私なんてご飯を作ることしか。エビナちゃん、これからもうまるのそばにいてあげてくれるかな？ありがとう。あの、では私はこれで。ああ、ちょっと待って。エビナちゃんは担当の人の連絡先を知ってる？多分教えてもらったと思うんですけど、頭の中真っ白で覚えてなくて。なんで二人ともこうもね、連絡先を。じゃあよかったら聞いておいてくれるかな。うまるに頼んでも生返事ばかりなんだよ。わかりました、明日聞いてみます。よろしくね。それじゃあおやすみ、エビナちゃん。おやすみなさい、お兄さん。わあ、なんか年上の彼氏と年下の彼女みたい。もう朝か。果たしてエビナちゃんは太平と付き合うのか、はたまたうまるちゃんのとのユリを選ぶのか、どっちなんだ。顔洗って朝食のちたぎ。生まれも起こさないと。ただいま。え、生まれ？あ、おはよう、お兄ちゃん。起きてきたってこと？おはよう。部屋違く寝てたっけ？ぼーっとしてどうしたの？もしかして寝起き？あ、そうだけど。お、どこへ行ってたんだ？出かけてたんだ。ウォーキング？目を覚ますためにちょっと散歩にね。本当はジョギングでもって思ったんだけど、うまるにはまだハードモードすぎるかなって思って。少しずつ慣れていけばいいんじゃないか。あ、そうだ、お兄ちゃんにお願いがあるの。ちょっとだけお小遣いが欲しいんだけど、ダメかな？何に使うんだ？日焼け止めクリームだよ。担当の人に気をつけるように言われたんだ。あ、日傘もあった方がいいのかな。後でエビナちゃんに相談してみよう。
なんだこの変わりよう。人間、目標ができるとこうも激変するもんなのか。でもこれなら2週間くらいの出張だったら平気かもしれない。私シャワー浴びてくるね。昨日みたいに湯船で寝るなよ。もうシャワーって言ったでしょ。お兄ちゃんの意地悪。本当に別人だ。嬉しいような寂しいような、複雑な心境だな。いやいや、いいんじゃない。まあ2週間で帰ってこなくてももうアイドルルート行こう。大変なこと割とどうでもよくなってきちゃった。ごちそうさまでした。朝もしっかり食べたし、これで今日一日頑張れるよ。だってね、まあ外馬ルートだから当たり前なんだけど、家馬るモードが全然見れないもん最近ね。見てないよね。今日もレッスンがあるのか。ダンスレッスンとボイストレーニングかな。本格的なんだな。それはそうだよ。馬るはまだ卵でしかないけど、周りのスタッフは全員プロだもの。どうだ、やっていけそうか。やっていけそうかじゃなくて、やっていくんだよ。わあ、かっこいいな。ずいぶん頼もしいこと言うじゃないか。やると決めた以上、中途半端な真似はできないからね。なんだかすっかり見違えたな。ウマルは日々進化してるんだよ。昔のウマルと同じに考えてると大変だよ。どう大変なんだか。それじゃレッスンに行ってくるね。こんな早い時間からか。まだ半人前ですらないんだもん。やらなきゃいけないこと、覚えなきゃいけないことが山積みだよ。わあ。そうか、頑張れよ。この生まれがから元気的な感じで頑張ってるのか、本気で目指したいと思って頑張ってるのかね、また全然違うからね。ありがとう。お兄ちゃんもお仕事頑張ってね。なんかね、頼もしく成長してくれて嬉しい限りなんだけどさ。それです。それでこそここ数ヶ月の苦労が報われるというもの。うん、まあね。だけどダラダラしてくれないのもなんだか味気ないな。俺の手を離れていく感覚に、そう、それ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 、ひな鳥がね、ニワトリにコケコケしていく感じなんて、ただのわがまま。さてこっちも一息ついたら会社に行って引き継ぎ作業。ではまずその前に食器の片付け。大変だな。大変だな。会社行く前に食器の片付けなんてしたくねえ。絶対絶対遅刻する。おーっと、ワンツー、右左右左、ターンターン。来たー、これ待ってた、こういうのやっと来た。やば、ちょっと待って、ごめん、生まれちゃんの可愛いんだけど、エビナちゃんがやば可愛い。ちょっと待って、やば、ちょっと待って、やば。うるさ、俺うるさ。何これ、餅餅クマ、餅クマって書いてある。ダメだ、リラックマじゃ、あ、じゃあリラックマじゃない、餅クマ可愛すぎるな。いやー、エビナちゃんと餅クマ相当合ってる、これやべえなこれ。うわー、全然10分見れる、何も喋んない一枚よね。鏡にエビナちゃん映ってたらなおさらよかったけどな。エビナ遅れてるぞ。腕はまっすぐに伸ばせ。エビナって、すみません。ワンツーワンツー、右足を前後ろ、次はエビナ足が逆だ。それとまた腕が下がってる。やばい、エビナっていうのが全然聞き慣れなくて違和感。あー、ちょもう一回、俺の声が邪魔だった。俺が言うとただの変態じゃないかよ。口を動かしている暇があるなら体を動かせ。はい、やばい、楽しい。次は後ろに飛んで着地と同時にステップ。また遅れちゃった。右左次は落ち着いて、エリナちゃん。だけどみんなに全然ついていけてないよ。大丈夫、エリナちゃんならできるから、そのままゆっくり深呼吸してみて。次に私の声を聞いて。わかった。右左右左、慌てなくていいから、力強く確実に。力強く右左右左、そうそう、いい感じ。うまいうまい。できた。レッスンのトレーナーさんより教え方がうまいんじゃないか。
むしろうまるちゃんはそつなくこなしてるんだよね、きっと。エミナちゃんはただ少し慌てちゃうだけ。落ち着けば大丈夫だよ。次は上半身がぶれないように足をしっかり上げて、後ろ前後ろ前。上半身がぶれないように足をしっかり上げて、後ろ前後ろ前。やった、今度は遅れなかった。完璧、かっこよかったよ。ありがとう。そう、俺らはこういうの待ってた。本日のレッスンはここまで。トレーナー仕事してちゃんとねえ。エビナってなんかもうエビナばっかり呼んでるけどさ、うまるちゃんが結局ねえ、まあまあそういうもんかね。全員水分をしっかり補給し、体を冷やさないよう汗を拭くように。いやー、よかった、このパートよかったわ。ちょ、どうしよう、こんな CG 出ると思ってなかったからさ。終わった。お疲れ様。今日もハードだったね。お疲れ様、二人ともよかったわよ。私なんか全然ついていくだけで精一杯で。今はそうかもしれないけど、いずれそれも解消されるわ。いきなり最初から何でもできる人間なんていないもの。慌ててペースを乱す必要はないわ。焦らず自分のペースで一つずつ着実に積み上げていきなさい。はい。それに海老名さんには生まれさんがいるしね。心配なんかしていないわ。私ですか？生まれさんのアドバイスを聞いてから見違えるように動きが良くなっていたもの。あなたにとって生まれさんの言葉は何よりも落ち着けるのね。そうかもしれません。それに海老名さんに教えることによって生まれさんの動きも良くなっていたわ。それは私もちょっと感じたかも。相乗効果で2人の力は上がっていく。素敵なパートナーね。素敵じゃないですか。さっきのトレーナーさんにケジつけた俺、ごめんなさい。相乗効果っていうものが世の中にはあるらしいですね。私と生まれちゃんがパートナー、そんな私なんかと。そうですね、エビナちゃんは大好きなお友達ですから。生まれちゃん素敵よ、二人とも。まさに原石だわ。磨けば磨くほど光を放っていく。あなたたちはどんな宝石になるのかしら。楽しみだわ。あ、そうだ、カナオさんの連絡先を教えてくれますか？来たぞ。この聞くことによって未来が変わるんだ。そうね、最近外に出ていることが多いから事務所にかけても捕まらないわよね。緊急の時はここへかけてちょうだい。はい、ありがとうございます。そうだ、二人の親御さんに挨拶をしたいのよ。未成年者を預かってるんだから、そういう礼儀は通しておかないとね。なんだか先が見えてきたな。そちらに合わせますので、都合のいい日をお知らせくださいって伝えてくれる？田舎が秋田なのでこちらに来るのはちょっと。要は太平が二人を受け持つ感じなんだよね、これ。あら、それなら電話で済ませましょう。折を見ていずれお会いするということで、うまるさんの方は大丈夫かしら？休日なら大丈夫だと思います。それじゃあ今度の週末その旨を伝えてくれる？詳細は追って知らせるから。わかりました。あ、そうそう、うまるさん名前は？おお、ここで聞くか。ドマ。え、うまるですけど。違う、苗字。苗字の方多分聞いていないと思うのよね。そうでしたね、ドマです。ドマウマルです。ドマ？まさかの展開。いやー、ウマルちゃんの世界の中では珍しい苗字なのかどうかだよね。どうかしましたか？あなた、お兄さんがいる？気づいた？はい、いますけど、それが何か？名前は？そこまで聞くのも逆に怖いけどね。太平です、ドマ太平。もう BGM の使い方がうまいな。ハンワー、もう一回、せーの。やべ、カナオさん、もしかしてお兄様のお仕事ってシステムエンジニアじゃないかしら？大正解。そうですけど。あなた、太平の妹
兄さんと知り合いなんですか？改めまして、太平さんにいつもお世話になっています。なんかキャラが変わったよ。お兄さんにお世話になってるっていうのは、ここですか。鈴芽ちゃん、探りを入れていく。私、太平の直属の上司なの。彼女じゃなくてよかったと内心思っているエビナちゃん。それで太平は家で私のこと なんか言ってない？言ってねえよ。言ってる？言ってるわよね。言ってねえよ。カナウさん、ちょっと近いです。ごめんなさいね。そう、あなた太平の妹さんだったのね。これはラッキーだわ。妹さんを解除すれば太平と無夫婦の関係になれるな。カナウさん、聞きたいことがあるんですけど、いいですか？な、何？趣味？それとも休日の予定？そういうのじゃなくて、お兄ちゃんの仕事のことなんですけど、お兄ちゃんの企画が通ったっていうのは本当なんですか？あ、ええ、それは本当よ。結構大きなプロジェクトになるわ。じゃあ海外に行くっていうのも。寂しいんだ。別にそういうわけじゃ。顔を見ればわかるわよ。でもごめんね、太平が海外へ行くのはもう避けられないことなの。カナオさんが謝るようなことじゃ。あれ、そういえばあなたがこの授業に関わってるってこと、太平何も言ってなかったわね。ん？どういうことだ？え？一緒に海外？なんかないよ。え？変に首を突っ込まれたくなかったので、一部伏せてる感じなんです。あ、そういうことか、そういうことか。わかんねえぞ。あれ？どういうこと？え？なるほどね。道理で私に何も聞いてこないわけだ。でもこういう状況なら話さないとダメですね。当然でしょ。これはうちの会社。いいえ、私の信用問題に関わるわ。何なんだろう、カナウさんはお兄ちゃんを語る時のこの熱さは。しかし太平の妹ね。じっと見られるとくすぐったいです。お姉ちゃんって呼んでいいのよ。暴走してるじゃん、もう。え、エビナちゃんが。え、どうしてですか？ほらほらほら、エビナちゃん勘鋭いね。絶対気づいてるよ。冗談よ。目が笑ってないんだけど。そうだ、二人ともこれから暇？私は平気ですけど、エビナちゃんは？お腹すいたよ。もう可愛いんだから、パフェ食べに行こう。だったら美味しいイタリアンのお店に連れて行ってあげる。もちろんおごり。マジっすか？行く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 。もうエビナちゃんファン大歓喜。あれ、大歓喜。じゃあごちそうになっちゃおうか。あ、食事の前にちょっと付き合ってね。なになになに？大丈夫ですけど、どこにですか？それは着くまでのお楽しみよ。やっぱり目が怖いよ、カナウさん。はい、それでは次のパート行きましょうか。もう展開が目まぐるしい。最高に最高。あ、私会社って初めて来たからすごくドキドキしちゃってるよ。はい、会社に着いてしまったので、まあどこに行ってからのお楽しみなのかちょっとね、伏せれませんでしたが、次のパートよろしくお願いします。もうあと 2,3 パートぐらいで終わると思うんでね、最後までお付き合いいただければと思います。それでは次もよろしく。バイバイ。